皆さんこんにちは、あゆぶちゃんです。今日はね、ライブ配信していきたいと思います。久しぶりのね、YouTube ライブ配信なんですけど、本日11月29日、ボブと働くブーブーズが、英国版で、23周年を迎えました。今日はね、それについて、DVD を、ブーブーズがあるもの全部並べてみました。いやー、23年ってもう早いですね。1998年11月29日に、ボブと働くブーブーズがなんとデビューしました。いや、僕はね、小学校の時、当時ノリサやっていて、ボブとブーブーズよく見ていた覚えがとてもあります。いや、こんなにずらーっと並んでいるんだ。去年の11月から今年の2月まで、ボブとブーブーズ、約3ヶ月で集めました。シリーズ1はね、ヤフオクで買い、ボブと働くブーブーズコレクションは力を合わせよう以外は全部楽天で買い、でこれはヤフオクで買って、クリスマストゥリメンバーもヤフオクで買い、ウィンターゲーム、大仕事、ウエスタンアドベンチャー、ブーブーズが仲間になった日、ニュープロジェクトシリーズ、シリーズには全部ブックオフで買いました。いやー、本当にすごい懐かしく思いますし、なんかボブとブーブーズ今でも好きです。はいはい、こんな感じになっておりますね。ボムと働くブーブーズの制作会社、ヒットエンターテインメントですね。トーマスも第7シーズンからヒットエンターテインメントになり、絡むように、ボムと機関車トーマスとボムと働くブーブーズのコラボも、ありました。まずはね、ボムと働くブーブーズの、シリーズ1巻、シリーズ1、こんな感じですね。シリーズ1は、こんな感じになっております。よし、はい、DVD で、各3は入っております。で、ボムと働くブーブーズ、シリーズ2の、2カ国語版ですね。はい、裏面こんな感じです。これも収録は、各3話ずつですね。ここからはね、ボブと働くブーブーズコレクションになります。ボブと働くブーブーズコレクションからは、収録は各5話と、
お話が大きくなりましたね。はい、こんな感じになっております。いやー、これなんか懐かしく思いますね。はい、まあオリジナルシリーズはこれで以上になりますね。まあ本当は第4シーズンのローディア・ロックスターというお話があったんですけども、日本放送されることもなく DVD 化されることもありませんでしたね。ちょっと残念な点でした。ブーブーズコレクションとあとオリジナルシリーズはこれで以上となります。そして次がね、ボブと働くブーブーズの、ニュープロジェクトシリーズになりますね。これもね、日本語英語音声の収録2カ国語版ですね。これはひまわりの丘に移動したお話です。まあ、そしてまあ新キャラクターとしてまあスクランブラーや、まあ大変で登場したスクランブラーベニーをはじめとトリックスの同型のサムジーも登場しました。はい、ニュープロジェクトシリーズにこんな感じです。はい、こんな感じになっております。ニュープロジェクトシリーズ 2はね、配達トラックのパッカーやミルクドジャーのミルクトラックのドジャーが、登場した、まあ、シリーズですね。ニュープロジェクトシリーズは10シーズンから14シーズンの2、3、4、5、6、7、まあ8は収録されて、まあ、それ以降はニュープロジェクトの DVD は残念ながら製品化されませんでした。いやー悲しいですね。シリーズ3とかあればね、もうちょっと楽しく見れたはずですね。そしてボブと働くブーブーズオリジナルストーリーですね。まあ長編みたいな感じですね。クリスマスとリメンバー、ウィンターゲーム、ボブの大仕事、ウエスタンアドベンチャー、ブーブーズが仲間になった日ですね。結構なんか思い出深い DVD ですね。はい、こんな感じになっております。なんかね、ボブと働くブーブーズ、英国版で23周年を迎えました。やはり、まあ、中学3
2、3年ぐらいの人は多分14、15歳ぐらいの人は多分知ってる方多いかと思いますが、小学生では多分知ってる人は多分いないかもしれませんね。まあ僕世代の人はね、まあ、ボブとブブザー多分知ってる人多分多いんじゃ覚えてる人多いんじゃないかなというふうに思いました。はい、そんな感じです。いやー、なんかすごいトーマスに続き面白かったし、まあ、放送されなかった分、まあ、DVD 化されなかった分ね、まあ、いつかはまあ CS 放送してほしいなって思っております。はい、そんな感じです。最後までご視聴いただきありがとうございました。バイバイ。